あの拠点ヘリやってますね。で、隣人拠点風化し始めてたんだけど、残り耐久 100？ ここ87じゃん。もうそろそろ崩れるね。けどな、あそこがアクティブってことで、崩れたらこれ争奪戦になりそうだな。マジか。まあもうちょっとで崩れるんで、ちょっと様子は見たいところではあるけど、この中はそこまで風化進行は進んでないっすね。うん、ここも進んでないな。ヘリ落ちたっぽいっすね。てか夜になるか、これ。ナイトビジョンつけて邪魔しに行ってみるか。けど、遮蔽物なさすぎてあれか、邪魔しきれないかもしんないけど。だいぶ真っ暗になってますね。ナイトビジョンつけて。フラッシュライトだいぶ焚いてるな。で、遮蔽物ないんで、見つかりそうだ。あーで、二人いるからカバーも早いね、これ多分。まあ、やれるだけのことはやってみるか。いらない装備なんでね。やばいな、バレそうだな、これ。けど、まあ、まだ箱は漁れてないと思う。こんな感じっすね。結構うろうろしてんな。やばい。炎で見えねえわ。え？やったぞ。うわ、マジか。最悪、やられた。いや、多分漁夫にやられたぞ、これ。あの拠点のやつらじゃない。M249 とロケットランチャーの弾、そして C4 取れたのに。まあでもあのでかい拠点の人が拾わなければそれでいいわ。いや、それかあれカバーかな。戦ってる戦ってる戦ってる。うわぁ、俺の装備だ。ナイトビジョンつけて。なんなんだ、結局誰が拾ったんだろう。めっちゃ原人来てんだけど。まだやり合ってますね。ヘリ落とした人たちは全て回収できてないような気はするんだけどね。さっきのヘリの戦利品をゲットしたしてないに関わらず、多分あの拠点の人たちは M249 とかその辺持ってるもんな。タンス柱も置いてますね。早くレイドされてくれねえかな、あれ。ロッカー置いて、いろいろ装備系しまっておこうかな。ガレージもつけます。で、前回ね、レイド成功して、その拠点からですね、大量の金属の鉱石ゲットし、まあ焼いてます。なのでね、拠点に金属片がだいぶ余ってる状態なんだよね。ということで、ガチガチに、拠点を固めていこうかな。2階部の外側に、壁を付け足していきます。AK の銃声してんな。で、この辺にも壁をつけていきます。これ、相当硬くなる代わりに、拠点維持がやばくなる。ソロの拠点規模じゃなくなるわ。ん？壊れた音してる。多分隣の拠点崩れたわ。一回閉まって、金属の部分が落ちたんだ。あいつらに見られる前に見たいけど。んー、この奥が最深部とかかな？え？寝てる。ビックス？これが友達か。これなんだ？サイレンサーかな？
7とかか。でもハニカムっぽいっすね。早く崩れてくれ。まあなんで、これをどんどん奥に進んでったら、最深部に着くって感じなんだけど。まあでも最深部ここっぽいな。なるほどっすね。マジか。まあなんで元は 2×2 とかそんな感じかな。まあ、ここが最深部なのは間違いなくて、まあ、ここ見たいっすね。この奥。あと7。多分自分の拠点強化してたらまた崩れると思う。続きの強化していきましょう。あーで、この辺先に石強化しちゃったんだよな。こっち側も同じようにって感じですね。めちゃめちゃ硬くなんだこれ。よし。うわ、だいぶ太いなこれ。最深部まで行こうと思うと確実にロケットランチの弾35発ぐらいはいると思う。あ、崩れた。多分だけど崩れましたね。あの壁の奥どうなってる？チェストとかないか？あー、なるほど。ここも装甲板か。え、ここが見たい。2と19。あー、でもここも同じような感じかな。ってことは、2×2 と思ったけど、1×2 かもしれないっすね。あー、てか 1×2 かも。一番最初自分の拠点を建て始めるとき、ここ 1×2 だったような気がしたんだよな。となると、風化しきるのに、まだまだかかりますね。見たいんだけど、タイミングが合わないと見れないってことだ。結構金属片強化に使ったんですけど、まだまだ余ってるし、宝具棚にもいっぱい入ってますね。で、1日、風化止めに8755必要になってる。やばいな。ソロ拠点じゃねえだろ、これ。3回分ぐらい運搬したんですけど、まだちょっとアイテム残ってるかな。まあ、少し残ってますね。まあでも大体はね、運搬したんだよな。あ、この辺まだまだあったわ。まあ言って、ほぼほぼいらないんだけどね。なるほど。2ベンチも取っていくか。これで最後の運搬にしよう。無事帰宅。やばい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 。ミニコプター飛んできてロケットランチャー撃たれてる。やばい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 。パレットが反応してますね。着陸したか。屋上乗られた気がするなこれ。外で足音してますね。エンジンか。どうなんだろう、一人死んだのかな。全然足音しないし、アクションもないね。一か八か出てみるか。え、誰もいねえんだけど。タレット屋上に追加しないと。もしかしたら拠点の敷地内にバックパックになって死体があるかも。多分ね、ミニコプターは爆発しましたね。やばい、急がねえとこれ。あと、急いでサムサイト買ってこようかな。多分ね、まず偵察で、とりあえず上のタレット2台を壊すって感じだったと思う。
一応外出て確認してみようか。バックパックになってます。ロケットランチャーの筒、多分もう一人分あるはずなんだけど、もう一人は生き延びた感じか。それか外に死体があるかもしれないですね。でも仮に外で死んでるんだったら、原人が来てたんで、そいつが回収したかも。死体はなさそうだな。タムサイトっていくらで買えたっけ。本体はスクラップ500で、弾が、75か。575必要な感じっすね。高速弾撃ってきてたっぽいっすね。ああ、なんか見てる人いるな。クロスボウだったけど。ああ、屋上いますね。けどミニコプターはあいつらなのかどうかっていうのはまだ確定ではない。なんかめっちゃ撃ってる。何を撃ってんだ？あ、ミニコプ撃ってる。ってことは違う奴らから撃ってきてたの。249めっちゃ撃ってますね。だとしたらもっと早く撃ってくれよって感じだけどな。俺の拠点にロケット撃ってるタイミングで撃ってほしかった。まあ、サムサイト置くんだったら夜の間だな。サムサイトをね、買いに行こうと思ったんですけど、スクラップが全然足りてなくて、自分の拠点にある部品無理やり分解してスクラップ作ろうと思ったんですけど、それでもね、あんまり届きそうになかったんで、とりあえず余ってたパソコンとカメラでタレットをもう一台クラフトしました。屋上のタレットを元の状態に戻したいと思います。タレットを守る感じにしようかな。これで、まあ上からね、ロケットの弾撃たれたとしても、タレットは守れるんじゃないかな。こっち側にもつけて設置よし。また足音するな。足音はしなくなったか。スクラップ集めに施設行きたいんだけどな。ナイトビジョンもスコープで見ようと思うと奥は見れないっすね。ミニコプかデカコプ来たかも。デカコプ飛んでた。全焼基地入っていきましたね。え？これレイドしようとしてる？マジで。これタレット復活してるって言うんで、一回全焼基地止めるか、みたいな感じで行ったのかな。ロケットの工作準備しよう。これ当分の間屋上いた方がいいかもしんないっすね。多分地上からも偵察来そうだし。ん？向こう側でレイド始まったんだけど。まあでもデカコプターが飛び、あ、ミニコプターだ。こっち来る感じはしないっすね。高く飛び上がってる。サイレンサーつけてるから、どこ飛んでってるかわからん。いやいやいや、めっちゃ見てた。レイド来んのかな？どうなのかな？まあでも、全然違うチームがレイド来るだとしたら、あそこの人たちがギョフってくれそうだけどね。エアドロ？え？当たんねえ。あ、死んだ。拾いに行こう。多分一人で取りに行ってたな。え？え？来てた。どっか行ったかな。どこ行ったか分かんなくなっちゃった。なんかずっと見てないか、こっち。エアドロのスクラップ150ぐらい、あれ回収したかったな。そしてレイドしに来る気配もないかな。ずっとルーフキャンプしてますね。今の間にスクラップ集めてきてもいいかな。
原人が走ってる。しかもこっちの方に走ってくるぞ。なんで？え？偵察ドローン来た。え？頭出てた？デカコブ来た。ミニコブまで来てる。ちょっと。待って待って、どういう状況これ。で、さっきのドローンは誰が飛ばしてんだ？で、あの死体は誰だ？デカコブが飛び立つぞ。ん？向こうの方飛んでく。旋回してます。まあもうバレてるからいっか。サイレンサー。何やってんだ？けど、あのデカコプ運転してるグループと、あのヘリ落としたグループ、戦いやってほしいですね。拠点レイドしちゃってくれれば、俺の拠点も抜かれずに済むと思う。ん？別のところでロケット、え？屋上からロケットランチャー撃ってるわ。遊んでんな、完全。いやーでもどうしような、サムサイト。キーカード系とか無理やりスクラップに変えて、575にしようかな。え？またドローン来た。偵察用。無理やりスクラップを作りに行きます。ボルワーク撃つなよ。まあロケットなんか撃ってるからね。こっちは見てないと思う。何を撃ってんだこれ。あ、ロケット撃って、あの車を壊そうとしてんだ。でもセーフゾーン内だからダメージ入んないんじゃないの？入るのかな？まあでも壊れてる。なんかラグ。けど初めて見る人たちばっかだな。まあ、今のタイミングで自分の拠点は多分レイドされないと思う。しようとしたら、絶対あの人たちが漁振りに行くからな。デカコブ。分解しましょう。赤のキーカードとか青のキーカードもスクラップに変えました。で、スクラップ650になったので、サムサイト買いましょうか。久しぶりに買ったんだけど、これ。で、弾も買いましょう。で、もうね、ここで弾をリサーチしていこうかな。75ですね。あ、リサーチする必要ないのか。技術ツリーから下ればよかったっすね。まあ、いっか。ってことは、弾を買う必要もなかったんだ。拠点めっちゃ近いんですけど、持って帰れるかどうかだ。撃たないでくれよ。よし、無事帰宅。何発ぐらいクラフトすればいいんだろうな。けど、サムサイトの弾をクラフトしようとするとめっちゃパイプ使うんだ。まあ、30クラフトしようか。1クラフトで、6発分クラフトできます。で、肝心なサムサイトをどこに設置しようかな。多分ね、この辺にセットすると、風力発電機の床に当たりそうなんだよな。だから力を発揮しない気がする。まあかといって、高度を上げすぎてもミニコプの高度をね低く保たれたら、まあ、たげってくれないんで、必ずしも屋上である必要はない。いやでも屋上か。うん、まあ、やっぱここかな、置くんだったら。ちょっとね、風力発電機と風力発電機の床が邪魔ですけどね。まあ置いたことないから経験も兼ねて、ここに置いてみよう。てか、まだ弾作ってんだな。で、めちゃくちゃ入れることになる。え、また夜来そうなのかこれ。時間経つの早い。よし。え、いきなりたげってる、いきなりたげってる。いきなり撃ってくれたんだが。ちょうどミニコップが飛んできましたね。まあでも動いてくれたことを確認できたんで、
このまま置いておこう。久しぶりにサムサイト置いたわ。ということで、今回レイド食らうかなと思って、拠点の中に閉じこもって、タレット置いたり、サムサイト設置したりしてたんですけど、まあ、実際あんま進めることはできませんでした。で、レイドね、もしかしたら食らうってことで、まあ、今拠点にそんなに火薬はないんですけど、まあ、次回あたりまたね、レイド行って、持ってる分の火薬は早めに、使っておきたいなと思います。まあ、本当にね、今夜が山ですね。